ときめきにシスは、1982年に発表された、丸山賢治の小説、及び、それを原作とした1984年製作の、日本映画である。森を過ぎた、新州の秘書地の様子、世話を依頼された、彼との生活、そして政治家の暗殺に成功すると思われていた、彼が、謎の死を遂げるまでを、私の視点から緻密に描く。職を辞し、妻とも別れ、 自暴自棄な生活を送っていた。私は、ある日、何らかの組織に属している昔の知人から、ある若者の身の回りの世話と別荘の管理を依頼される。そして毎日必要最小限の会話だけを交わし、酒もタバコもやらず黙々と、トレーニングに励む、彼との生活が始まった。すべてが謎に包まれた、彼に対し、たまには釣りや、売春宿に連れて行き、リラックスさせて、 探りを入れ、その目的に想像を巡らせる私。やがて少しずつ彼の大それた目的が明らかになるにつれ、すさんでいた私の心は密かにときめき始める。そして私の飼っていた犬が姿を消し、大雨の降る日、歓迎セレモニーに盛り上がる駅で、ついにその瞬間がやってきた。森田義光監督。沢田健二演じる孤高のテロリストが宗教観察に、 失敗するまでの過程を男二人、女一人という奇妙な共同生活を軸に描かれている。原作には出てこないコンピューターや同居の女、舞台が新州ではなく北海道、暗殺対象が政治家でなく宗教家であるなど、原作とはかなりのサインがある。当時、歌謡界のスーパースターであった沢田賢治の壮絶なラストシーンが話題となった。共演の杉浦直樹は、 本作で1984年度アジア太平洋映画祭助演男優賞を受賞している。謎の組織から莫大な報酬である男の身の回りの世話と別荘の管理を依頼された歌舞伎町の医者を受賞する大倉洋介は北海道の山間部にある田舎町の駅で工藤直也という若い男を出迎える。大倉は組織から受けた綿密な指示に基づき別荘で 苦道の世話をする。酒もタバコもやらず、会話さえも拒否し、黙々とトレーニングに励む偏屈な若者との生活に、神経を尖らせるオークラ。しかも、苦道の正体も目的も知らされず、また質問することも禁じられている。こうして、男二人での共同生活が始まる。組織からの一方的な指示に基づいて、苦道の世話をするオークラだったが、 ひたすらに日課をこなす工藤のストイックなまでの姿勢に次第に惹かれてゆく。そんなある日、組織から一人の女が派遣されてくる。組織は工藤と大倉の体格や性格に応じて、小杖ひ博美という女性を選んだのだ。しかし、工藤は小杖に関心を示さず、自分の生活パターンを崩さない。手持ちぶ沙汰に焦然としていた小杖も、やがて工藤に興味を抱き出す。男二人。 女一人の奇妙な共同生活が始まった。コンピューターが指名した組織から排除すべき人間は、なんとトップである谷川会長だった。映画秘宝士の内田雄也へのインタビューによると、当初この作品の映画家権を持っていたのは内田だった。アルパチーの支援で内田が医師の役をやる予定だったという。しかし、沢田からの懇願によって映画家権を譲ることになった。 その後、内田主演、脚本のコミック雑誌なんかいらない、の中の一シーンでドライブインシアターで上映されているのが本作である。宗教家、谷川会長役の岡本誠は、その風貌を変われ出演となるが、役者ではない。彼は、洋画家、岡本陶器の息子であり、漫画家、白土三平の実弟である。赤目プロダクションのマネージメントの仕事中に声を、 かけられている。千代千冊によると、森田監督は松岡聖郷と谷川浩二をキャストに考えており、松岡には実際にオファーしている。松岡の役は草加武史に受け継がれた。ありがとうございます。